せーの、バーチャルガーベゼ。せー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 つけいー。やあ、せつけいすきだよ。VTuber メイドラーメン続きやっていくぜ。前回、オーナーが理不尽なイベントを開催し始め、理不尽なイベントって言うたらさ、コスプレイヤーの子に失礼やけんちゃうか。けど、突発的にイベントを始められたんで、主人公の負担がめっちゃマックスになりました。それをひっくり返す存在がラメーちゃんでした。ここにも書いてある通りや。ラメーがオフ会イベントの風土を引き受けてくれたおかげで、僕の負担はかなり軽くなったっていうことでね。続きやっていきますが、オフ会イベントのことだけに限れば、やるべきことがイベントの宣伝と予約受付処理だけになった。細かなものの買い出しをしたり、元からあるお店の業務を並行してこなしていたり、忙しいことには変わりなかったけれど、思ったより楽しくやれてる気がする。コラボする相手のコスプレイヤーさんがすごい律儀な真面目な方やけんさ、結構楽しませようと努力してくれる人だったけんよかったな。ご主人様、何を見ているんですか？俺かい？俺は君のおっぱいを見てるよ。スマホの画面を見つめていると、家事を終えたらしいラメが話しかけていた。オフ会イベントの予約フォームだよ。順調そうですか？もうすぐで定員に達しそうだよ。人気があるらしい、このお店。あー、どうなんだろうな。うん、よかったよかった。ああ、イベントの宣伝には彼女にも手伝ってもらったからね。お店のホームページにオフ会イベント開催の広告を打ち、それと同時にコスプレイヤーさんに SNS で宣伝してもらう。こんな急な告知で、しかも一人当たり参加費だけで2万円を取るようなイベントなのに、よくこんなに参加者が集まってくれたものだ。大人気じゃねえか。あのコスプレイヤーさん大人気じゃねえか。やばい、2万円って参加費だけで2万円ってやばいな。最近の若者の手取りの給料月何万だと思う？いや、知らんけどさ。ちなみに、せつなケースギア、月の手取り15万円です。そっから2万円控えたら結構でかいぞ。参加してくれる方全員に楽しんで、思い出にしてもらいたいですね。ほんまほんま、そうよな。そうだな。お金を取るだけが仕事じゃない。お金をもらう分、お客さんを満足させないといけない。それが飲食。特に、コンセプトカフェにおけるビジネスの重要なところだと思う。それをさ、オーナーは全く考えずに運営してるからな。あの人にコンセプトカフェのノウハウを知ってもらわんかったらあかんな。まずは YouTube を見ろ。VTuber を見ろ、お前は。楽しませるってことに関してはね、VTuber さんはもうトップレベルにあると思いますからね。実は、当日はうちの店のアルバイトの子たちも、二人くらいホール係として呼ぼうと思っているんだ。いいですね。そうしましょう。ホール係ってのがようわからんけどな、俺は。何なんだろう。あくまでもメインはコスプレイヤーの方だから、目立ちすぎてもう邪魔しないようにって念押ししないといないけどね。そんなことを言い出したら、ラメイが一番目立ちそうだから心配なんだけれど。常時コスプレしてるような服装やもんな、お前。お前、当日ぐらいはジャージとか着といた方がいいぞ、お前。当日だけはジャージで厨房立った方がいいと思うぞ、お前。ああ、そうやな。その考えが一番か。そうだな。ラメの言う通りだ。主催はコスプレイヤーの女性ということになっているけれど、そんなものは関係ない。僕の店でイベントをするからには、来てくれる人はみんなお客さんだ。みんなが笑顔になれるようなイベントにするんだ。じゃあ、今日もお店の買い出しから行こうか。かしこまりました。でもさ、とりあえずその服装どうにかせえへん。何回も言えるけどさ、その服装で家出るんどうにかせえへんかなって思うやけどな、俺。うん。その後はまたお店に来てもらうけど、いいけどな。いいかな？もちろんです。フードの練習、頑張ります。おお、頑張って。今日も父が揺れてるね。ラメの料理は正確で、早くて、そして美味しい。試食してくれた常連さんやアルバイトの子たちも太鼓判を押すほど評判がいい。イベントが失敗することなんてありえない。この時は、そう思い込んでいた。やめろ、その言い方。
この後やべえことが起きるみたいな展開やめろや、失敗するんか。それをどうにか立て直していい話だったみな、みたいな、後から振り返れるようなさ、あの時は大変だったけど今はったら笑い話になるわみたいな感じになるんかさ、いい物語なのにさ、どうなんだろう。イベント当日。店長さん、私ああ、ちゃんと店長呼びしてるな。付け合わせの玉ねぎのスライスと塩だれを準備してもらっていいですか。慣れたんやな。店長さんでちゃんと言えよろ、言えよろな。わかった、任せておけ。イベント開演の2時間前に、1号店に入り、せわしなく準備を進めていく。店長、私たちはどうすればいいですか。テーブルの移動を頼む。全員座れるように。わかりました。コスプレイヤーってことはさ、結構お客さんがコスプレイヤーの周り囲んで写真撮るような時間があるんかな。ああ、そういう時間があったら、少なくとも結構間近で会話できるようなあれがある、できるんかな。そのためには机どけとかなあかんわなって感じで、使わないテーブルや椅子は目立たないところに片付けておいてくれ。僕とラムエとアルバイトの女の子二人でオフ会イベントの準備を進めていく。あー出た、またこの絵。様になっとんよな、やっぱ。ただな、やっぱ横から見たら露出がでかいよな。お前ほんま本番は、本番はジャージ着といた方がいいんじゃないかな。お前悪目立ちするぞ、お前。コスプレイヤーの紅葉にも目立ってしまうかもしれんぞ、ワンちゃん、お前。玉ねぎと塩だれの準備が終わったぞ。そっちは？うん、よろしい。次の仕込みは、唐揚げ用のタルタルソースって仕込んだっけ？昨日の営業中にやっておきました。冷蔵庫に入ってます。手際がいいな。そっか、ありがとう。いえいえ。なので、店長さんは、ガーリックピラフの素材カットをお願いしてもいいですか？わかった。店長、店長！ん？なんだ？もうテーブルを並べ終わったのか？彼女は、僕の問いに答えることなく、ニヤニヤと意味深な笑みを浮かべながら、僕とラメを見比べている。こいつか！あの時財布を取りに来たやつってこいつか！今日おるんか！お似合いですね、息ぴったりだし、夫婦みたいですよ。煽るな。ラメが右手に持っていたフライ返しを車に落としてしまう。ちょっと、何やってるんだ？ワイドウブなんだね。洗いに行くとしてもフライパンは置いていけ。仕込み中の料理まで一緒に洗うつもりか。そうでした。店長さん、ちょっと持っていてください。わ、なんか脈ありみたいな反応するな、お前。ワンちゃん、告白しちまえばさ、相手もまんざらでもない顔になりそうな感じの雰囲気出すな、お前。バカ、僕に渡すなよ。やけどするだろ。コロナに置いてよ。すみません。わあ。動揺がさ、ちょっとポンになるところあるんやな、ラメちゃんって。かわいいな、それとろ。そんな僕らの様子を見て、アルバイトの子たちがクスクスと笑っていた。お前たち、何笑ってんだよ。夫婦漫才みたいだなと思っただけでーす。変なこと言って、ラメを困らせるなよ。イベント開演まで時間がないんだぞ。でも、案外、まんずらでもないかもしれませんよ。あ、アルバイトの子。俺もそう思ったわ。僕はそういう目でラミを見てないから。店長じゃなくてラメちゃんの方ですよ。ラミエが？そうやな、あの動揺っぷりそうだったなって思う。そう言われて流し台の方にいるラミを振り返る。床に落としてしまったフライ返しを洗うついでに自分の手も洗っているらしい。他人に料理を提供する者としての心得をしっかりと理解しているようだ。店長に対して脈ありじゃなかったら手に持っていたものを落としてしまうぐらい慌てたりしないと思いますけど、そうやな。全くそうとや、よく見てるね、アルバイトの子。ゲスの勘ぶりだ、勘ぐりだ。彼女の言葉を鵜呑みにしそうになり、ぐっとこらえてそう言った。ゲスの勘ぐりって。ようそんな言葉できるな。変なことを言ってないで、ホールのセッティングをやってくれ。はーい。アルバイトの子たちがそれぞれ作業に戻っていく。
それと入り替えになるようにラメが僕の元にやってきた。すみません。顔真っ赤だなお前。ラメは目を合わせてくれない。ほんのりと頬をあくらめている。でも案外まんざらでもないかもしれませんよ。まさかな。ご主人様？なんでもない。仕込み作業に戻ろう。はい。僕の言葉で心を入れ替えてくれたのか、ラミエは目を合わせてしっかりとうなずいてくれた。それからラミエ。はい。なんでしょう。ご主人様じゃなくて店長な。うん、今ちょっと思ったわ。ご主人様呼びに戻っとったな一瞬。やばいこの顔、今のええも可愛いし、この顔あー眼福フードの仕込みを終えた頃に、もともと僕の店で企画していたバースデーイベントを行っている店舗から定時連絡があった。それによると向こうの店舗は順調に回っているらしい。その連絡を受けてホッとしつつ、時計を確認するとオフ会イベント開演まで10分という時間だった。よかったよかった。このまま何も送らないでほしいなと思うんやけどさ、送らんかったら物語じゃないんだよな、ゲームじゃないんだよな。ご主人様、コスプレイヤーの方がまだ到着してません。あれ10分前なのに、あんな真面目そうな人だったのに。ああ、分かってる、ちょっと連絡をかけてみるよ。あれなんかさ、過去にやったゲームの中にさ、来るはずだったアイドルがさ、男と逃避行行ったみたいな話あったな。まさかそれに近いものはあるんかな今回。いや、まさかな、真面目な子だったけんな、コスプレイヤーさんが。しかし僕からの電話に彼女は出なかった。嫌な予感がする。もうお店の外には開演待ちの参列者が列をなしている。さっきアルバイトの子に確認させたら20名全員来ているとのことだった。何かあったのでしょうか。心配そうなラミエの表情に僕自身も焦りを強くした。クラモは何の連絡もない状況で彼女が来なかったらどうなる。参加者たちが怒り狂うに決まっている。そうだぞ、2万円だぞ、1回先2枚目払ったんだぞなるから連絡をすっぽかしてしまうような子じゃないと思うんだけど、彼女と打ち合わせをした時のことを思い出す。指定したよりも15分以上早くお店に来てくれて、しかも挨拶もちゃんとできるしっかりとした子だった。そうやな、そんな子が連絡もなしに来ないなんておかしい。 いやこれでさ、 SNS とかさ調べてみようったらさ、彼女の裏垢が見つかってさ、あんなチッキな店のイベント出るわけないっつーのみたいなつぶやきあったらどうしようかな。とりあえずラメは前菜提供の準備に取り掛かってくれ。彼女とは僕が何度か連絡を取ってみる。かしこまりました。不安そうにしながらも僕の指示にラメが従おうとした時だった。店長、ニュース見てください。え、ニュース、どうして。いいから早く見てください。急かされるようにスマホを開きネットニュースを確認した。そうすると速報でこんなニュース記事が飛び込んできた。交差点付近で複数台が絡む玉突き事故、重軽傷者が多数って。しかもここから近いじゃないか。もしかして黒事故のせいで渋滞に巻き込まれちゃってるんじゃないでしょうか。そういうことか、都会じゃあることなんかな。よく僕の中で嫌な予感が確信へと変わりつつあった。もし渋滞に巻き込まれている程度なら連絡がつかないことに説明がつかない。電話なりリベールなりしてくるはずだ。確かに。それが何もないということは。え？唐突に鳴りに響いた着信音にびっくりしてしまう。スマホの画面を見るとレイユのコスプレイヤーさんだったから、そのことにとりあえず安心しつつ電話通話ボタンをタップした。すみません。電話に出るなり泣きそうな声で謝ってくる彼女。その向こう側では救急車やパトカーのサイレン音が鳴り響いている。やば、現場近くか。すいません、本当に申し訳ありません、ごめんなさい。落ち着いてください、ゆっくり深呼吸して。はい。
ひーひーふーひーひーふーひーひーふー、それ妊婦さんがやるやつや。彼女が何度か深呼吸をして時間を置いた後に尋ねる。何があったんですか？私タクシーに乗ってそちらのお店まで移動していたら後ろトラックに追突されて、まさにか、まさに被害者だったんじゃん。ちょうどその追突事故にあった車に乗っとったんか。え、嫌な予感は的中してしまった。なんてことだ、そんな一生に一度あるかもどうかもわからない不良の事故に遭ってしまうなんて。大丈夫ですか？お怪我はありませんか？もしお怪我をされているなら無理をなさらずに喋らないでください。ああ、 いえ、私は多分軽傷で怪我はしているんですけど、意識ははっきりしていて、今は病院搬送の順番待ちなんです。そうでしたか、よかった。軽傷ということは後遺症や怪我の後もそれほど残らないはずだ。彼女はコスプレイヤーで人に見せる仕事をしている。それに支障が出ないくらいだといいけれど。そんなことより今日のイベント、搬送の順番待ちということは彼女はこれから病院に送られるのだろう。かなり大きな事故だったし、一応警察や医療関係者から病院で検査を受けるように言われているかもしれない。そうなると当然のことだけど、オフ会イベントは参加できなくなる。ご安心ください。あなたのファンの方には事故でイベントが開催できなくなったことを丁寧にお伝えします。あ、すいません、私のために急にイベントを組んでいただいたのに。仕方ない、これは仕方ないわ。こんなことがあったらさすがにな、悪いのはあなたじゃないんですしって感じや。お気にならさらず治療に専念してください。はい。彼女の返事を確認してから通話を切った。いつの間にか連絡を受けた僕のもとにラメもアルバイトの子たちも集まってきている。ご主人様。今さらラメのご主人様呼びを注意している心の余裕もない。ちょっと俺突っ込みそうになったけど。でも俺ちょっと突っ込みそうになったけどさ、こういう状況やしなみたいな感じでちょっとさ言うやめない。僕は一呼吸ついてから黒場にいる全員にしっかりと聞こえるように声を出した。イベントは中止だ。それってみんなの疑問に対して大きくうなずく。お呼びしていたコスプレイヤーの方が事故に巻き込まれた。これから病院に搬送されるそうだ。そんな、その方は大丈夫なのですか？大きな怪我とかは？大きな怪我はしないらしい。けれど病院で検査を受けないといけないらしくて、今はそのための搬送待ちということだった。そのためイベントは中止せざるを得ない。それじゃあ集まってくれた参加者はどうしましょうか？事情を説明して帰っていただくしかないだろうな。すんなり理解して帰ってくれればいいけど、そういうのを分別つかないオタクって結構いるし。ちょっと偏見的な言い方しとうけど、まあ間違ってない気がする。そういう言い方をするもんじゃないよ。真摯に誠実にきっちりと説明すればきっと分かってくれるはずだ。あと、もしかしたら、あとそれで収まらないのだったら僕が 2,3 発受ければいい話だから。だといいけど。みんなが不安になる気持ちもわかる。でも怖がって説明責任を果たさないのはダメだ。参加者には僕が説明する。椅子の外で話すのも失礼だから、とりあえず参加者たちを中に案内してくれ。わかりました。アルバイトの二人が店の外で待っている参加者たちの元へ向かう。あ、一発二発顔面にグーで殴られることは覚悟しとかなあかんな。どうしよう、今のうちから口の中に綿仕込んで少しでもダメージ吸収できるようにしておこうか。それを見送った後でラメがそっと僕のそばに寄り添っていた。ラメはキッチンの方で待っていてくれ。私もご一緒します。大丈夫だよ、これは運営責任者である僕が果たさなければならないことだ。なんか緊張感をずれるよな。ラメちゃんの服装でさ前に出てこられたらさ、ちょっと場の緊張感をだいぶ薄れるんよな。そこまでラメに甘えるわけにはいかないよ。もう十分すぎるほどラメには助けてもらったんだから。かしこまりました。やがて店のドアが開き、外で待っていた参加者たちが次々と中に入ってくる。どうぞ中の方へお入りください。
僕も案内の手助けに向かう。いらっしゃいませ。本日は足を運んでいただきありがとうございます。どうぞ席の方にお座りください。参加者の皆様が着席しましたら、私の方からイベントのことについて説明させていただきます。説明ってどうかしたんですか？あれ、ベンの子がいない。どうなってるんだ、あれたちを騙したのか。いきなり騙したのかって言い方いきなり勘繰り深いな、この大柄の人。やばい、この人から顔面グーで殴られたら多分歯何本抜けることが。落ち着いてください。まずはご着席を。しかる後説明していただきます。おやだには、おちで会えるのを楽しみにしてたんだぞ。落ち着いてください。ちゃんと説明しますので。思っていたように面倒なことになるかもしれない。そういう時はさ、こう言えばいいよ。ファックユー、無事クロスのゴミ村が。はい、店潰れます。そう予感しつつ、僕は運営責任者として腹をくくったのだった。参加者の全員に着席していただいてから、ついさっき、付近で起きた玉突き事故について説明した。そして不運にもその事故にお呼びしていたコスプレイヤーの女性が巻き込まれてしまったこともという事態でございます。こちらとしても大変心苦しい気持ちですし、このイベントを楽しみにしてお集まりいただいていた皆さん、そしてこの場にはいない彼女のことを考えると言葉もございません。ですが何卒ご理解のほどを。懸命に言葉を尽くして深く頭を下げる。僕に合わせてキッチンの方へ退避させていただいた、させていたラメやアルバイトの子たちも頭を下げる気配がした。ここまで言葉を尽くして謝って納得していただけなかったらどうしようもないだろう。そう思いながら参加者たちの言葉を待つ。事情はわかりました。顔を上げてください、お店の方。参加してくれたお客さんを代表して一人の男がそう言ってくれた。ね、なんなん、この20人一つの団体なんこれリーダー格の男でできた。僕らは顔を上げる。すると彼の言葉に賛同するように他の参加者もうなずいてくれていた。一つ確認しておきたいんですが、参加費はどうなのでしょう。もちろんいただきません。それなら運が悪かったってことで諦めますよ。彼女に会えないのが残念だけど、大きな怪我をしていないといいなぁ。ああ、いい人じゃ、この参加、この人だ。僕の説明に、大多数の参加者は納得してくれているようだった。でも、ちょっと待ってくれよ、大柄のやつ。さっきから大柄のってね、なんかさ、どんな感じの大柄の人なん？ストリートファイターの竜的なやつがおるんか。一人の参加者が声を張り上げた。僕が着席を促していた時に突っかかってきたあの大柄の人だ。おいら、このイベントのためにわざわざ北海道から来ているんだぞ。お気持ちはわかりますが、予約ページの注意事項にも記載していたように、店ではイベント内のことしか対応できませんので。そんなことを言われても困るよ。お客様の気持ちは大変よくわかるのですが、次の瞬間僕は彼に至近距離まで詰められていた。おいらの気持ちがよくわかるなら何か対応してくれよ。やべえ、あーやべえ、これやばほんまに顔グーで殴られるやつじゃ。グーで殴られたら多分脳震盪とかしそうな感じや。大柄だもんな。うわー、そのまま僕は強引に突き飛ばされて床に尻餅をついてしまう。おいら、このイベントを楽しみにしてたんだ。明日に延期とかならまだしも中止なんて。ちょっと君、暴力はやめるんだ。うるさい、おいらは、おいらは。まずい。大柄の彼と他の参加者の間に流れる雰囲気が悪くなっている。店側の僕らと揉めているだけならまだいいけれど、お客さん同士で揉めてしまうと収拾が少なくなってしまう。一触即発のムードだ。運営責任者として僕が何とかうまいことを収めないと。やめてください。店の隅までよく通るほどに大きくて澄んだ声が響いていった。大柄の彼に立ちはだかるようにラメが仁王立ちしている。ここで争っていても嫌な思い出が増えるだけです。そんなの虚しいだけじゃないですか。そうだそうだ、ラメちゃんの言う通りだ。なんだったらラメちゃんに脱いでもらうから、それで我慢してくれ。
いいかな、いいかな、ラメちゃん。そんなこと言われたって、おいらは。あなたの悔しい気持ちはわかります。でも、一度落ち着いてください。落ち着いてから、ゆっくり話し合いましょう。ラメの真摯な訴えに、その場がしんと静まり返る。しばらくして、参加者たちが、参加客たちが、ざわずめ、よく噛むな、今日は。あの子、天塚ラメちゃんに似てないか？本当だ、コスプレもラメちゃんと同じだし、めちゃくちゃ可愛い。この場にいる全員の注目がラメに集まる。もちろん、大柄の彼もラメをじっと見つめていた。ラメの言葉で、思い改まってくれるといいんだけれど。多分みんなすごい露出の多いこの服装にドキュンズキュンになってるからな。ズキュンドキュン走り出すやけんな。走り出してるのは性欲だけどな。君は何とかしてくれるのか。やばいな、小川の男、お前何やらせようとしてるんだ。お前は君が何とかしてくれるなら俺らだって納得するだ。何とかできないのなら口を挟まないでいてくれ。大柄の男が激高したようにラメに包み寄っている。やめてください、お客様、ここはアダルトなお店ではございません。まずい、この男、怒りのまあまり女の子相手でも構わず突っかかろうとしている。ラメが危ない、僕がラメを守らないと。お客様、大柄の彼とラメの間に割って入る。ラメを背後でかばいながら僕よりも体の大きい彼をじっと見据える。彼女は、ラメは僕の店の従業員です。脅迫や暴力は許しません。ご主人様、熱っぽいラメの声が聞こえたような気がしてけど、今はそれどころじゃない。幸いなことに僕の言葉に賛同するように他の参加客たちも立ち上がって大柄の彼を牽制してくれた。なんだよ、みんなしてオイラを悪者みたいに扱って。さすがの彼も周りの雰囲気に飲まれてしまったのだろうか、うろとえ始めた。やがてみんなが見ている前で膝をついて崩れ落ちる。みんな分かってないんだ、オイラがどんな思いでこんなイベントに来たのか。分かるぞ、北海道から来たんだもんな。北海道からどれくらい時間がかかってか。とうとう彼はボロボロと大粒の涙を流し始めた。さっきまで怒りに任せて暴れていたとは思えない彼の表現ぶりに誰も何も言えなくなってしまう。ほんまに辛い思い出になってしまうような展開になってしまっとんな。おいらは裕福じゃないんだよ、それでも必死に貯めたお金を与えてここに来てるんだ。それなのに推しに会えないなんて。よく見れば彼の身なりは上等なものじゃない。色のくすんだワイシャツに袖がややほせているズボン。それでも彼なりにおしゃれをしてきたんだろう。なぜなら推しであるコスプレイヤーの女の子と会うのだから。そうだったんですね。この場にいる全員の気持ちを代弁するようにラメがつぶやいた。そして床に膝をついて大泣きしている彼の元に寄り添う。なんだよ、こんなオイラを笑いに来たのか。ラメの言葉に他の参加客たちはうなずいた。けれどどこかぎこちない様子だ。やっていいことといけないことというのがある。どんな場合でも他人に迷惑をかけていいことはないのだ。私たちはあなたのことを勝手に理解したつもりになっていて責め立ててしまいました。あなたの心の叫びに耳を傾けずに敵のように扱ってしまいました。私たちも悪いところはあります。この場にいる全員を代表して謝らせてください。そう言ってラメは大柄の彼の手を取った。その光景を見てこの場にいる全員が息を呑んだ。そうやって油断させておいて、オイラはまた騙す気だろう。悪いことをしたら謝る。小さい頃にみんなお父さんやお母さんから教わることです。ラメは一切言わなかった。僕からはラメの背中しか見えない。けれど今、ラメが彼の前でどんな顔をしているのか、なんとなく想像がついた。
きっと怒りや憎しみを洗い流してくれるような太陽のような微笑みを浮かべているに違いない。その通りやな、もうまさにこの通り。やがて彼は床にうずまって大きな声で泣き叫ぶ。おいらが悪かった、悪かったよ、こんな雪で。同心に帰ったかのようにワンワンと泣く姿を見て、まだ彼のことを許せないと思う人間はいないだろう。俺を除いて、お前は許さんのかい、お前は許さんのか。ということです。皆さん、この人のことを許していただけますか。ラメが参加者三脚客の面々に向かってそう尋ねる。まあ謝ってくれたし、気持ちもわからなくないからな。そして次にラメはアルバイトの子たちに確認し、最後に僕に目を向けてきた。ご主人様は？またご主人様呼びされたことに我様になりながら、僕はうなずく。僕だってお宅の端くれなんだ。彼の気持ちはよくわかる。許せないわけないよ。ご主人様ならそう言ってくれると思ってました。やばいな、俺こんないいシーンなのにさ、やっぱラメちゃんのおっぱいのボロンっていう言い方にちょっと目がいってしまってるんだよな。やばいな。いいシーンなのに、いいシーンなのにさ、俺の性欲はバリバリマックスなんだよな。どうしようのみんな、こんな。そしてラメは彼の手を取り、一緒に立ち上がる。そのことで、その後でこの場にいる全員に対して聞こえるようにこう言った。皆さん、仲直りということでよろしいでしょうか。その声に全員がうなずく。それじゃあ仲直りを祝して、私から提案があります。提案？え、まさかラメちゃん、お前歯脱ぐんか。全員ラメの口から紡がれる言葉を待つ。もしよろしければ、ここにいる皆さんでパーティーをしませんか。パーティー？どういうこと？三脚たちを代表して誰かが聞き返してきた。実はこの日のためにいろいろと食材を買い込んでいて、このままだと無駄になってしまうんです。せっかくお作りしたので、皆さんに食べていただけたらと思いまして。そこまで言ってからラミはようやく僕の方を振り返った。構いませんよね、ご主人様。ここでノーと言えるほど僕は気の利かない男ではない。せっかく準備したしな、盛大なパーティーにしようか。僕が言葉を言い切る前に全員がおたけびのような声を上げて盛り上がった。うおー、イエーイ、イエーイ、最高だぜー、ラミエちゃん、父も忘れてー、最後は俺だ。え、いいのか、おいらも参加していいのか。何を言っているんですか。もちろんいいに決まってるじゃないですか。これダメーとか言うたらさ、ラメちゃんの顔面ぶん殴ってやるからな。ありがとう、ありがとう。そして彼は次第に三角形の輪の中に入っていく。一時はどうなることかと思いましたよ。すまねえな、みんな。いていて、もう過ぎたことだ。なんとか修羅場は抜き抜けたようだ。このことに安堵の息をつく。そして自然と笑みがこぼれた。あとはいつも通りの接客業をこなすだけ。私たち包囲出ておきますね。ああ、よろしく頼む。それからラミエ。はい、ご主人様。ラミエがどこどこと僕のそばにやってくる。助かったよ、ラミエのおかげだ。私は何もしていませんよ。そんなことないわ。そんな風に思える人間がこの世界にどれだけいるだろう。ほんま天使、ほんま天使、マジ天使なんやけど。そう思うと同時に、ラメが天使として昇格を果たしたという理由が分かった気がした。ラメは、迷える人たちの心を救うことができる存在だ。それをこの出来事を通して深く実感した。さて、ご主人様、私たちはフードを作りましょう。
そうだな。ところで、ラミエ。今更なんだが、お前に言っておかないといけないことがある。え、もしかして言うか？好きだって言うのか？ここに来て。やっぱり俺、ラミエのことが好きだ、みたいな言っちゃうな。いや、いい雰囲気やけど、最後まで言わずに行くんかなって思っとったら言っちゃったわ。さすがにそこはどうにかしてくれってなるやな。BGM 消えたわ。店長って呼んでくれ。ご主人様じゃなくて。もうええやん、それもええやん。今言うことじゃないと思うやけどな。するとラミエが申し訳なさそうに表情を暗くした。ごめんなさい、店長さん。あざとい謝り方。いいよ。オフ会イベントをもとい、参加客だけで開かれたパーティーは、帝国通りの23時にお開きとなった。パーティーの終わり際に、参加客の何名かが僕のところにやってきて、こんなことを申し出てくれた。今日はありがとうございました。いえいえ、こちらこそ楽しんでいただけたようで何よりです。店長さんもいろいろと大変なのに、オイラのせいでいろいろと迷惑かけてしまってすまなかった。もう済んだことですよ。お気になさらずに。ああ、殴られなくてよかった。そうですよ。最後はみんなで楽しく過ごせたんですから、気にしないでください。ありがとう。僕もラミエも、笑顔で会釈した。感謝をされるのがこの仕事をやっていて一番嬉しい時だ。そうだろうな。結局のところみんなを幸せにしたいと思って、多分店長さんもこういうミスをしてるんだろうなと思うしな。それから、それからこれは今日のパーティーのお題です。カエが差し出してきたのは今日のオフ会イベントの参加費だった。それが20名全員分揃っている。え？あ、いえいえ、当初予定していたイベントの開催ができなかった以上、それをお受け取りすることはできません。お店を3時間貸し切りでもてなしてくれたことには変わりはありませんよ。ですが、おいらからは頼む。おいしい会えなかったのは残念だったけど、今日は本当に楽しかったんだ。迷惑をかけておいらがこんなことを言うのも変な話だけど、受け取ってほしいんだよ。このお金をもらえるなら、お店側としてはすごく助かる。でも、本当にもらってもいいのだろうか。店長、もろとけ。とりあえずもろとけ、遠慮するな。もろとけ。なんなら受け取れませんとか言いながら自分の財布に入れてもいいと思うよ。会社の気持ちだけじゃないんです。勝手な話で申し訳ないんですが、このお金のうちの何割かは彼女に渡してほしいんです。あ、なるほど。その彼女というのがここにいる誰でもなく、今日不運の事故によって欠席してしまったコスプレイヤーの女性を指していることが分かった。軽傷だと聞いていますが、今日一番辛い思いをしたのは彼女だと思うので。そうやな、楽しみにしとっただろうし、迷惑かけてしまったし。いや別に彼女が悪いわけじゃないやけどさ、迷惑かけてしまったって思っとるだろうな。責任感強そうな子だったもん。身勝手なお願いなのは分かる。出る、頼むよ。オイラたちの推しなんだ。そこまでの思いを持ってそれを僕に託そうとしてきているなら、このお金を受け取らないわけにはいけない。かしこまりました。涼しんで受け取らせていただきます。僕がそう言うと、彼らは安心したように笑って、そして最後に重ねてお礼を言ってからお店を出て行った。この参加費は全部僕の財布に入れることにした。よかったですね、店長さん。ああ、最初はどうなることかと思ったけれど、本当にいい人たちだった。それから僕らは4人で協力して後片付けに入った。店長、テーブル周りのゴミ集めと掃除終わりました。あと何かやることってありますか？ありがとう。あとは僕とラミエで引き受けるよ。2人は終電がなくなる前に上がってくれ。わかりました。お疲れ様です。そしてラミエと2人きりになる。なんかいい雰囲気流れてるぞ。おい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 、この後どうなるんだい？一つの品物をくぐり抜けた2人、どうなるんだい？いいのか。結構洗い物の量があると思うけど。このくらい平気です。10分で片がつきま
頼もしいな。じゃあ俺も10分で型をつけるよ。競い合うようにおのおの作業に取り組んでいく。宣言通り10分後には閉め、作業も含めて終了し、あとは店を出るだけとなった。時計を確認するともう少しで日付をまたぎそうだった。あ、でもいつもより早いな。他店舗の状況を確認するため各店舗に電話をかける。まずは一番心配なバースデーイベントを開催していた店舗から。お疲れ様、そっちは大丈夫だった？お疲れ様です、こっちは大丈夫です。終電前には上がれそうなので怒りもいらないと思います。そうか、わかった、今日はありがとう。いえいえ、お疲れ様でした。さらに別店舗へ電話をして確認する。すいません店長、閉店30分前にはお客さんみんな吐けちゃってもう店閉めちゃいました。ああいいよ別に、そんな日もあるさ、気にしないで。お疲れ様でした。という様子で他の店舗も無事に営業を終えることができたそうだ。僕の店にしては珍しく送りが必要な子も今日はいないらしい。ふう。店のソファーに思いっきり背を預ける。張り詰めていた意識がようやく緩んだのを感じた。その時口に仕込んでいた綿も取り出した。結局これは必要なかったな。あとは各店舗の売り上げを回収して帰るだけだ。あ、そうか、回収があるんか。まだもういいんじゃない、明日でいいんじゃない、これもう今日ぐらい明日でいいんじゃない。ラメがすぐそばに寄り添うように腰を下ろしてきた。ありがとう、ラメがいなかったらきっと今日を乗り越えることはできなかったよ。私はただみんなに笑顔でいてほしくて魅力を尽くしただけです。今日という日を笑顔で終えることができた。それは紛れもなくラメのおかげだよ。そんなことないですよ。でもありがとうございます。あ、こちらこそありがとう。それからしばらく僕らはお互いに言葉を発することなく寄り添い続けて、いやいや、恋人や、もう恋人やお前ら、それはお前言葉を発することなく寄り添い続けるって恋人がやることないよお前。お前らなんなん、なんかカラオケのさあイメージビデオ的なやつの撮影でもやいよんかお前ら。その沈黙は気まずいものではない、むしろ言葉がなくてもお互いに分かり合えているような、そんな心地よささえするものだった。おお、どれくらい経っただろうか。やがてラメが僕の肩に頭を乗せてきた。肩なん、肩に頭を乗せ、うーん、恋人や、結構付き添わんかったら そんなことやらんぞ。恋人でも出来たての恋人なんかはそんなやらんぞお前。おいおいおい、あ、ラメ、ふわっと香るいい匂い、思わずドキッとしまう。初めて見る角度、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 これ近い近い近い、右側のおっぱいが腕に当たってるんよ。ふくらはぎが眼福眼福って言ってるわ。もうこの柔らかいもんを受けてさ、ああ、この角度ほんまに初めてやけんな。え、ご主人様が私を守ろうとしてくれました。そうだったな、僕が、はい、私が乱暴にされそうになった時にあのお客さんと私の間にご主人様が入ってくれました。あの時のご主人様はちょっとだけかっこよかったです。うん、その時のことを思い出す、思い返すか。彼女は、ラミエは、僕の店の従業員です！教会が暴力は許しませんよ！ご主人様。こんな声だっただろうか。あの時は、ラミエを守らなきゃと思って必死だったんだから、改めて感謝を告げられると、なんだか気恥ずかしい。ご主人様、私。どうなっちゃうんだい、ラミエちゃん。ラメが顔を上げて僕の方を振り返り見つめてくる。至近距離でバッチリと目が合ってしまう。このままだとまずい、直感的にそう思ったけれどラメから目を離せないでいた。ラメ、うっ、うわあ、次の
その瞬間、僕はラメに唇を奪われていた。向こうから。あらららららら、あらららら。いや。いや、割とリアルな音を出すな。対象年齢が高なって言っとるよ、もう。大丈夫か？この音でさ、YouTube さんがさ、R18 指定とかでせんだろうな。大丈夫かな？甘い香りがした。ラメの唇は柔らかくて水むずしい。プルンとした弾力が心地よくて、いつまでもついばんでいなくなる。やめろ。レビューすな、お前。唇のレビューすな、お前。あ、ダメ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 。こんなエッチなボイスはダメ。流したらちょっとほんま R18 指定されちゃう。多分。ごめんな。これは後で俺、一人で再生するわ。このチュッチュッての部分の聞きたかったらお前らこのゲーム買え。悪いな。ここは俺の特権じゃ。勝った者の特権じゃ、これは。何も考えらずに、その唇に夢中になってしまう。そうして、口づけを交わしていたために。僕は自分の本心に気づいてしまった。てか気づかされてるな、これ。気づいてしまったじゃなくて気づかされとんよな、これ。ああ、そっか。僕はラメのことが好きなんだ。VTuber としてではなく、天使としてでもなく、一人の女の子としてラメのことを愛してしまっているんだ。いやいや、ダメ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 。やがて唇は離れてしまう。ラメのことを意識してしまってから急に気恥ずかしくなってしまって少し顔をそらしてしまう。そりゃす意識してしまってっていうかさ、こんな長い目のキスされとってさ、チュッチュッチュッとか、そんな音が何回も漏れるぐらいのキスしとるからな、お前。ディープキスじゃん、お前。もしかして、舌と舌擦り合わせとったんじゃないのか。何なんこれ、どういうエッチなボイスなんこれ。ファンザとかそのあたりでいかんかったら危険ようなボイス、購入できんようなボイス来たの。このキスがどんな意味を持っていたのか知りたくなってしまう。キスの味ってどんな味だった？ラメはボのこと。そこから先は言葉にならなかった。言葉にしてはいけないものと思っていた。僕の中でラメは一番の存在だけれど、ラメの中で僕が一番であってはいけない。今日の深いイベントでの出来事を見ていればわかる。ラメは多くの人を幸せに導き、笑顔を届けることができる存在なんだ。ご主人様は優しいですね。まるで僕の心を読んだかのような物言いだった。何もかも見透かされとんかな。優しいご主人様へ、そして今日を頑張ったご主人様へのご褒美。さっきのキスはそう思っていてください。きついな、ご褒美の小坂きついな。そう言ってラメは微笑むのだった。ああ、甘酸っぱすぎるわ。忘れらんねえだろうな。次になって、次の日になってもあの感触は脳裏に焼き付いてますー。